おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこれ針なんですけども、エンジンから登場のですね、小森嗣彦プロプロデュースのフックシリーズね。前回オフセットフックご紹介しましたけども、これねマス針ね、中繊細なマス針入ってるの見えますでしょうか。っていうのが、実はですね、オフセットフックと一緒に買っていたんですけども、ちょうどね、コメントのところでね、たまにコメントいただいているですね、HK 容疑者さんからですね、こんなコメントが、オフセットも出てるみたいですが、マス針もそろそろ出るのかなと思ってます。数個いただき使わせてもらったんですが、最高だったんで、まだかなとずっと待っています。ということで、同時に出てましたよ、 HK 容疑者さん。ね、九州で小森プロ遊んでいただいた時に、ね、その時にね、遊んだなんてお話聞いたりはしてたんですけども、ね、九州遠征の時も、小森さんね、このマス針ですごい繊細な猫リグを組んで、それで結構ね、タフって言われている、まあトーナメントなんかも行われている立岡池で、バタバタとですね、バスをパターン見つけ出して釣り上げていたんですけども、そんな時に使っていて、で、自分も実際ね、釣り場でリグってもらって、いくつか使わせていただいたんですけども、まあ、使いやすいなと思って、出たら買おうなんて思って、実はね、これも一緒に買ってたんですよね。ただ、なかなか、マス針を使う機会っていうのが少なくて、ここぞっていう、これからもうちょっとね、寒くなって、で、まあ、基本はオフセットフックでダウンショットリグなんかも組むんですけども、いや、もうね、マス針で超小さなワームつけて繊細なね、バイト取ろうって1月ね、もう坊主逃れしようなんていう時にご紹介しようかななんて思ってたんですけども、ちょうどね、そのさっきご紹介したコメントなんかを見ていて、もうね、売ってますよ、これね。釣り具屋さんにね、並んでいたので、で、サイズ展開がですね、この2番、3番、4番って3種類のサイズ展開してるんですけども、ちょっとねスモールマウスとかに行く予定はないので、小型のですね3番4番っていうのは今回買ってこなかったんですけども、このね2番サイズ、これはちょっとねスモールマウス特化型と言いつつ、ブラックバスのちょっとショートバイト取りたいななんていう時にも使うんじゃないかなと思ってですね、その3個のラインナップの中では一番大きな2番サイズ買ってきてみましたよ。じゃあね、早速どんな針なのか見ていきたいと思います。こんな感じでね、裏には説明書きがありますけども、早速1本出してみようかな。まあ、めちゃくちゃ鋭いな、細いな、ね、形がちょっと独特だななんていうイメージだったんですが、はい、こんな感じね。ちょっと小さいんで、アイにねこの独特な角度がついていて、もうねとにかく繊細、そんで繊細なだけでかかりそうなのに、それにさらにフッ素加工を施しているっていうことで、すごいねこれは。あーちょっとね、触れただけで刺さっちゃいそうだな、そんなね感じなんですけども、裏の説明書きで特徴の方を見ていきたいと思いますよ。自重が軽くワームアクションを損なわないっていうことで、折れや伸びによるバレ対策を施し、絶妙なアイポジション PAI 設定と F コートによるフッキング率向上を両立、スモールマウス完全対応ということで、 MI フックスモールマウス用マス針って書いてありますね。まあこの裏にね特徴がいろいろこう書いてあるんですけども、まあ貫通力アップの F コートっていうのはこれフッ素加工でいいと思うんですけども、あとはまあ形のところベンドデザインもこだわったよということと、PAI デザインっていうことで、このちょっと角度のついたアイね、これほんと見えづらいと思うんですけど、微妙なこのアイの角度がね活躍してくれるっていうことみたいですね。でですね、スモール専用っていうことで、アイの穴がねちょっとこれ動画で映ってるかな、非常に繊細なアイなので、まあ使う時は
まあ、3.5 ポンドとかで使いたいけど、まあ、真冬のね、あのディープに沈めるのを早く活かしたいなんていう時には 2.5 ポンドとかね、まあ、最近ほんとね細い番手の糸もいっぱい出てますからね、そういう細番手の糸で、まあ、よく曲がる竿で使ってみようかななんていうふうに思いますよ。でね、ですね、数が、10本入りね、で価格が270円で買うことができました。まあ270円でフッ素加工していて10本も入っていたらかなりコストパフォーマンス高いんじゃないですかね。でなおかつこのね紫が特徴的なね、もうほんとコモリプロのイメージカラーですけども、こんな感じでね、もうコモリさんデザインっていうだけでちょっとね、これはトーナメント最前線で勝つためにね、もうその持っている情報とか惜しみなくですね出して作り上げた針なんじゃないかな。去年ね、あの忘年会というか小森さんとかお話伺った時に、あとはもう針だけなんですよね、もうワームはねゲイリー山本、プラグはメガバスのでね、もう戦えてるんで、自分のこう思い描いている針をあと形にできればまた年間優勝を狙えるね、ちょっとしたね、もうこういうアイデアがあるんだっていうのはね、いくつかお伺いしたりして、あとはねどこのメーカーさんが手を挙げてくれるかなんていうことで、名誉のでハブくんが弟子のかな、ハブくんがいるエンジンからね、いよいよこういう感じで自分の理想を全部形にした針が、登場っていうことで、まあ、今年はねもうね最終順位とか出ていたり、あとはバサーオールスタークラシックは来年に、延期とかねあったんで、トーナメントシーンはだいぶ落ち着いてきたんですけども、まあ、ここら辺のね、フック群を使って、来年大活躍するですね小森プロをね活躍、見てね応援していきたいななんていう風に、考えております。まずはねちょっとね最近自分の中ではバスね渋くなってきた。実はね最後に行った時、あの自信のあるダムで結構本気でやったんですけども、丸坊主食らっちゃったんですね。こういうのが必要な時期になってきましたね。いやー結構ライトリグもねちゃんとやったんですけども、でいつも行くねフープの原さんと二人がかりで、1日もう早朝からもう終わりいっぱいの時間まで浮いて打ちまくったんですけども、丸坊主ね、いよいよこういうライトリグとかもちゃんとリグっておかないと、もう派手なドッカンパッコーンっていう釣りだけではねどうにもならない時期が近づいてまいりましたね。この前坊主を食らって痛切に感じました。で、12月はねいつも楽しみにしているこのね小森プロのね、小森カップが亀山ダムで行われる予定なので、そんなところでね、まあねもうめちゃくちゃ人いっぱい出るんでないとは思うんですけども、3位以内に入れれば時田ボートのねグランドチャンピオンシップとかもね、出れるんで、ちょっとねまだまだねトーナメントね、プライベートでは楽しんでいきたいなんてね思ってますので、まずはですね本日の動画は、こちらですね、エンジンから新しく出た小森都合彦プロ、プロデュースのマスバリ、スーペリオ、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。うわ、ちっちゃいからなくしちゃいそうだ。